食べたり眠ったりしています。はい、押したらブランコの隣で竹を食べているのはお兄さんの海浜、そして妹の陽浜は滑り台を椅子の代わりにして座っています。海浜も陽浜もようやく行事を始めました。おいしそうに口を頬張る姿、どうぞ皆さんはゆっくりと観察してみてください。パンダの一日は食べる眠るの繰り返しです。朝も昼も関係なく、また夜も食べる眠るを繰り返すんです。ここ三脚してあるから足触ってます。そして起きている時間のほとんどは食事です。大丈夫です。たくさんの竹を食べ、お腹がいっぱいになるとぐっすり眠り、そしてお腹が空くころまた再び起きて竹を食べます。だからものすごい食べ、朝からたくさんの竹を食べ、お昼までは眠っていることが多いですが、この時間を再び起きて、こうして食事をする姿をご覧いただく時間なんです。携帯パンダの竹を食べるその仕草や表情、どうぞ皆様じっくりと観察してみて